こに来れば君に会える。でも、もう一度だけ。今のは一体何だ。実体じゃない、過去、いや未来。まさかいつかここに来るのか。お城は嫌いじゃなかった。人席に王様がいればお前にも分かる。その王様はどんな餌をちらつかせたのか。人を犬みたいに言うな。へえ、犬か。なんだ、お前は違うのか。悪かった。じゃあ餌の時間は考えなくていいな。おい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 、そうじゃないぜ。しっかりしつけられてるわよ。私が行っても城に行きたがらなかったんだから。しつこいな。城なら賞金の手数料も浮くだろう。タイがこっちの条件を飲んだんだよ。条件？ああ、もういいだろう。そんなにおしゃべりが好きか。まあ。じゃあ半日節約しろ。城に着くまで丸一日あるぞ。ねえ、世界の危機って河原の石みたいにゴロゴロあるの？いつの間に半日過ぎた。フレデリック、あなた笑ってるわ。それが何だい。前にみんなで人間の幸せが何か話したことあるでしょ。私だけみんなと違う答えだった。人の体になった今でも私に残ってるのは世界を守る役割だけ。人間になったのはむしろあなたなのかもね。まだ気づいていないのね。この部屋だけは未だにわからないが、他はほとんど昔のまま。やっとここまで来た。アスカ・アール・クロイツ、お前は初めて存在する。これがあのギアメーカーか。生きている間に実物を見れるとはな。若いな、イメージよりずっと。本物なのか。少なくとも力は。あとはアスカさんのプレゼントに目を通してください。彼の目に映った歴史が記されています。今年のクリスマスは早いな。彼の目的がおしゃべりだけならだが、誰もアスカをサンタとは思っていない。それは私もだ。しかし煙突を見つけて家に入ってきた。
サンタでないなら早々にお引き取り願いたい。アスカは G4 の趣旨を理解している。彼の言葉に嘘がないと信じたい。趣旨とは英雄ソル・バッドガイの抹殺のことですか？それは確かに。アスカから真意は聞き出せなかった。会議の当日まで情報の公平性を保つとな。まあソルも危険な存在であることは確かだ。彼の扱いを問うという意味では。わかりました。この件はひとまず置いておきましょう。この件は今朝の報告です。サンタが二人になりました。通称イノ、国際的な犯罪者です。イリュリア政府がテロの可能性を示唆してきました。テロ？目的は？全くわからないそうです。所在、計画、思想、何もかも不明。幽霊でも身元くらいわかります。はっきりしているのは一つだけ。世界最大の軍事力を誇るイリュリアがイノを何と呼んでいるか。最悪です。それがこの時期に動き出した。つまり明言されていませんが、 G4 中止の検討を求められているのかと。姿も動機も見えない相手にか。そこが悩みどころです。我々はイノの危険性に実感がない。そして G4 が中止となればギアメーカーが何をするか分かりません。確かにな。穏やかそうには見えるが、はいそうですかというタイプならここには来ていない。板挟みですね。リキンソン、我々が武力放棄するのは人気取りの公約か？新たな時代の新たな平和を築くためだ。前を歩かぬ者に誰がついてくる？意外ね。あなたは何よりも国の安全を優先すると思っていたわ。ギアメーカーは信用していない。彼が本当に無実だとしたら、歴史に記された悪行の数々は誰の仕業だ？あの男と呼ばれる者は二人いるのか？まあいずれにせよ、私が国を守るということは大統領が信じる者を守ることだ。あんな目をされては従うほかあるまい。言い争う時間もないか。だがエリカ、ソルにはどう声をかける？電気椅子の準備ができたのでお越しくださいとは言えまい。大統領の答えは分かっていたので、一応手配は済ませてあります。方便を使いましたけどね。カイ。レオ。聞いたぞ。合衆国からソルに召喚状が届いたとか。G4 はギアメーカーを加えて予定通り行われる。その席でナイトになってほしいとのことだ。アメリカ人はソーセージのレシピも知らない。イノがこんな怪しい状況で動いた。なぜこの結果が想像できんのだ。バーノン大統領は G4 に並ならない思い入れがあるようだ。武装解除の件もそうだが、本気で世界を変えたいのだろう。ならば今我々にできることは、ダレルの言う通りイノを捕まえることだけだ。そうだったな。お前は優等生の皮をかぶった熱血バカだった。しかし俺が本国に帰ろうとするたびに事件が起きる。もはや呪いだな。なんだ、どうした？いや、お前が言うと呪いという言葉に親しみすら覚えるというか。どういう意味だ？私の誕生日で呼び出しておいて。
さか仕事とはね。悪いな、俺は他に取り柄がない。今時機械言語？本気ハイブリッドはまだ続くぞ。これはローズだ。一昔前に流行った暗号遊びのな。宣言されていない特定の変数を使う。エラーが出るじゃない。普通はな。あ、エラーメッセージに何か書いてあるの？先は当てるなよ。なんて回りくどい。とりあえず待てばいいのね。くそ、気まずい時間になった。気の利いた前振りを考えてたんだがな。指輪？まあそういうことだ。デジタルで？許せ、実物は間に合わなかった。俺はやり方を間違ったか？フレデリック、もし私が世界から消えるとしたら、あなたに何が残せるかな？なんだ急に。縁起の悪いことを言うな。私はあなたがくれた今日のこの時を絶対に忘れない。私も何か残したい。そうだな、じゃあその帽子だ。帽子？ああ、予報じゃ今日の太陽は一日中怠けてる。そんな日に帽子をかぶるのはエキセントリックだ。なんか全部台無し。でもいっか。今日の曇り空と私とあなた、この瞬間をこの帽子は思い出させてくれる。私はそれでずっとあなたのそばにいることができるのかもしれない。木目的地に着くまで数えてたら気になっちゃうよ。知ってた？私瞬間移動できるんだけど。結果第一に考えるのは現代人の悪い癖だ。目的と義務を混同するからストレスがたまる。いいかい？言い方悪いけど君は呪われてる。生まれた時に人間になくてはならないものがなかった。欲望がね。子供の風邪じゃないんだ。ジンジャーティーを飲んで水風呂に浸かったところで治るもんじゃない。なのに君には奇跡的にも感情が生まれた。人の社会が与えたんだ。文化に敬意を払えって？オープンカーに相場と趣味を混同すれば自分を見失うよ。うまいこと言うな。ま、僕に自分なんてないけどね。勘弁してよ。まさか頭空っぽとか言うつもり？ちょっと違うかな。中にたくさんいすぎるんだ。そろそろ行き先が知りたいんだけど。あ、そうだね。まず大前提を話そう。本が必要だ。ボスが力を取り戻すためにね。でも本題が3つある。一つ、本の持ち主であるアスカ君はホワイトハウスにいて中の様子がわからない。二つ、僕らのせいで G4 が中止になるとアスカ君が逃げるかもしれない。まあ一つ目は僕が何とかしよう。二つ目はボスに面倒くさいことをやってもらう。問題は三つ目。なんだかわかる？
背徳の炎、ソルバッドガイ。まともにやり合えば計画もクソもない。そう、つまりそれがこの車の行き先。今の僕らに足りないものを手に入れる。頭かすだ。解禁日はまだ先だったはずだ。本当に有効か？呼びつけの太刀にしては高くついたぞ。何に使うかは聞かないが、問題を起こしてくれるなよ。しかし、なんだそのなりは。ん？この格好か。私服は肩が張らなくていい。連王カイキスクは遠征中ということになっているおかげだ。お前、また何かしでかしたのか。 G4 で私の家族を公表すると言っただけだ。新しい元老院とは仲良くしろ。決断は私服と違う。寝る前に脱いでいいものじゃないだろう。今年はレオも賛同してくれた。お前の信念を税金に換算してみろ。それで、要件は？その前に、見てもらいたいものがある。赤、青、黄色、美しい色も重ね続ければ黒くなる。時に磨かれた黒はやがて見るものを映し出す。祈を止めてください。